はい、今日は開発した巻紙電卓のソースコードがなくなってしまったので、で古い iMac を起動して、救出しようとしています。で、すでに古い iMac はですね、ご覧の通り、電源が入らなくなってるんですね。なので電源モジュールを購入して起動できないかということで今、取り替えてるところです。これ結構いい値段しましたね。5000円ぐらいしたんじゃないですかね。これで良かったかどうかというところなんですが、ここで作業ストップです。古い iMac ですが、何回もディスプレイ交換したせいか、ディスプレイのコネクターですね、こちらが、壊れてもう使い物にならなくなっていました。仕方がないので、中古のですね、iMac、同じ iMac をですね、購入して、ニコイチでですね、部品を取り出してつけていきたいと思っています。古い iMac を開封していってます。まずはガラスを外してですね、ディスプレイを取り外していきます。はい、針金で引っ掛けて、4本のコネクタを外していってます。はい、外れました。はい、外した部品を修理したいマッキントッシュにつけていってます。ちょっと夜でですね、暗くてですね、コネクターがなかなか見づらくてつけられないんですが、懐中電灯を導入して取り付けていってます。はい、取り付けができました。ここでネジを締めてですね、電源を入れていきたいと思います。はい、何度か電源ボタンを入れてますが、全く動作しません。ということで、電源モジュールのせいではなかったということですね。で、どうしようか悩んだんですが、今回は部品取り用に購入したマッキントッシュですね。そちらに、フュージョンドライブを構成したドライブ、あと今取り付けているのが新しい Bluetooth モジュールですが、そちらを移植して、こちらの、部品取り用に購入したマッキントッシュの方に、データやその他部品を取り付けて起動させたいと考えてます。ところがですね、この取り出したディスプレイですね、同じコネクタがですね、破損しかけていました。で、ちょっともう無理かなとは思ったんですが、拡大鏡で拡大して、ナイフで丁寧に折れたコネクタをですね、伸ばして、瞬間接着剤で貼り付けたら、なんとか再生できました。ということで、今再生したディスプレイを取り付けて電源を入れるところです。ところがですね、電源を入れたところですね、何やらアラームが出てるんですね。で、このアラーム何かと思ってみたら、メモリーモジュールが認識できないということで、メモリーを差し替えたんですが、なかなかうまくいかなかったですね。ということで、3回目かな、4回目かの差し替えで、お、来た来た来た。やったということで電源をつけることができました。しかし、ところがなんなんかか映らあれない。ですね、なかなか表示が出てこないんですが、アップルマーク。やっと出てきました。アップルマーク。古い Mac なので、Apple マークが出るまで時間がかかったようです。こちらですね、メモリー差し替え含めてかなり重い Mac を上げたり下げたりしてましたので、かなり体力を使いました。で、このまま待つと画面が出てくれて動いたかなと思ったんですが、Bluetooth がつながりません。これ結局ですね、新しい Bluetooth モジュールが壊れてたようで、古い Bluetooth モジュールにアンテナをつないでなんとか接続できました。はい、こんな感じでようやく動きました。はい、今日は以上です。